トルコの縁模様である親のテクニックを加えると、クロッシェで違う表現をすることができます。こちらが今回の作品になります。レース糸だけでは色数が足りないので、刺繍糸2本取りを加えています。ではまず、最初の作り目から、ビーズを編み込むボールのようなものですね。糸を引っ掛けて、しっかり持って回転させて作り目です。ビーズを5個持ってきて、一度にくくります。あとで絶対に緩みますので、かなりきつく絞っておいてください。鎖編み3目。ビーズとビーズの間に針を入れて、細編みで留めます。これを5回ですね。最後のところは、鎖3目で引き抜きをします。細編みではなくて引き抜きですね。で、この最初の部分、余ってる糸を編み込んでいきます。この鎖の隙間に細編みを3目。できるだけ緩まないようにしましょう。次も3目ですね。これで1周できました。このまま先ほどの細編みに続けて編んでしまいます。その時にこの糸も一緒に編み込んでいきます。目を増やしてしまわないように気をつけましょう。これだと同じ場所に2個入ってしまったので、ここではなかったということになります。この辺まで来ると少し丸まった感じになります。ここで畳んでおきます。目を増やさないように気をつけて。このぐらい編めばこの糸はもう十分に抑えられてますので、カットしてしまいます。少しずつ畳み直しながら、3段編みます。ここまでで3段になります。で、この中に8ミリのパールビーズを入れます。今こういう状態ですね。で、この後はどんどん目を減らしながら編んでいきます。で、ここを一つ飛ばして次ですね。この次のところに針を入れて、細編みを一つ。一つ置きに編みながら目を減らしていきます。すくうのは必ず2本です。
少しここを緩めておいて、一つ飛ばした先に2本すくって、ここで糸を引き締めます。また一つ飛ばして、この時少し緩んでないと、針を通しづらいのでちょっと緩めておきましょう。はい、2本すくってここで糸を引き締めて、細編みですね。で、一つ置いて、また向こう。あと少しになったところで、こちらですね。今度は目ではなくて、閉じられるように糸をすくってください。で、これで、きれいにくるむことができます。で、今結局、ここを細編みしたので、一つ鎖編みをします。しっかり締めて、先ほどの細編みの部分、また2本ですね、すくって、細編みします。鎖編みをしっかり締めて、一つ下の糸を2本すくって、細編み。これで少しだけ太めの、鎖編みよりですね、少しだけ太めのコード編みができます。で、これと同じものを前もって作っておいて、ここの部分ですね、輪の部分を通します。ここですね。まだ緩んでて大丈夫です。ここを一緒にくぐらせて、それからここの部分を締めます。今こういう状態ですね。で、こちらの、前もって編んでおいた方の糸を針にかけます。2本になったところで引き抜きます。また同じように手前から向こうにかけて2本とも引き抜きます。これもコード編みです。こういう感じですね。で、これで2本くっつけることができました。だいたい1センチぐらい編んで、この後本体に移ります。このぐらいですね。そうしましたら、ビーズを持ってきて、まず一つですね。これは後で処理しますので置いておいてください。ここでしっかり締めます。鎖編みを3目。このビーズのところをしっかり押さえて、長編みを2目。またビーズを1つ。この時は何しろしっかり締めましょう。キツキツですから、ビーズを押さえて糸を入れて、長編みを2つですね。ビーズを1つ。先ほど同様に鎖編み。3個で長編み。ビーズの向こう側に糸が渡らないように注意してください。このまま鎖編みを5個。
ビーズを5個ですね。このままくくります。で、しっかり締めてください。このビーズを反対側に持ってくると締めやすいです。鎖編みを4目。まあ、ちょっときつめに編んでおいてください。ビーズとビーズの間に細編み。同じようにぐるっと一周します。最後は4目の鎖編みで引き抜きます。これで1周ですね。そしたら先ほどの鎖編み5目のところ、ここに細編みを5個編みます。しっかり糸を締めながら。これで5個ですね。それからまたビーズを持ってきて、ビーズを一つ。しっかり締めて、鎖編みを三目。ビーズのところに針を入れて、長編みを二目。これを3回繰り返します。先ほど同様に鎖編みを5個。いっぺんにすくって、しっかり締めます。これを反対側に持っていくと締めやすいです。鎖編みを4目。ビーズとビーズの間に細編み。鎖3目でビーズとビーズの間に細編み。最初の分は細編みを作らないので一つ余分にしています。最後も同じように鎖編みを4目。今回は引き抜きます。先ほどのこの部分には、刺繍糸で編んでいきます。当然とも糸で編むこともできます。このまま隣の鎖編みの隙間ですね、ここに移動させます。で、まずこの外側に持っていくために鎖編みを1つ、それから作り目が3つ、長編みを1つ、長々編みを3つ、針の向きをご覧ください。糸を緩めないためにこういうふうに少しずつ引っ張っていくんですね。細編みの時と針の角度が変わります。長々編みを3個。で、最後にまた長編みを1つ。鎖編みを3つ。引き抜き編みを一つ。これで花びら一枚ですね。隣に移動させて、引き抜き編みを一つ。作り目の鎖編みを三つ。長編みを一つ。長々編みですね。この部分が緩んでしまうとあまり美しくないので、気をつけて、針の方向に気をつけて、こういう感じですね。で、1つ、2つ。そうすると緩まないので。最後の花びらです。引き抜き編みを1つ。作り目を3目。長編みですね。長々編み。
緩まないように気をつけましょう。長々編みを3目。長編みを1目。鎖編みが3目。で、最後のところで引き抜きます。これでお花が1つできたわけですね。で、先ほどの鎖編みのところに細編みを5個入れるんですけど、今度の針の方向はこちらになります。しっかり締めてから細編みを1つ。しっかり締めて細編みですね。ワンクッション置いて閉まってるのを確認してください。こういう感じですね。で、これをこのまま、繰り返して、ここにまずビーズを一つを入れてから、模様が3個また同じようにこれを作ってっていうふうに繰り返します。で、前回の時に作った輪がこんな感じですね。刺繍糸2本取りです。まず作り目をします。で、これをですね、これは大体反対向いてしまうんですけれども、向きをちゃんと確認して、これの上に、場所はどこでもいいんですけれども、ここがまずい場所です。ここをまたぎたいので、ここ以外のところから始めます。ここを持って引き抜きます。で、先ほど同様に引き抜いて作り目を3目。長編みですね。長々編み。長々編みを3目で、長編みを1つ、鎖編み3目で引き抜きます。はい、最後の1枚ですけれども、編み込んでおいた、最初の部分ですね。この部分はここでカットしてしまいます。移動させて引き抜き、鎖を3目、長編みを1つ、長々編みですね。針の角度に注意して糸が緩まないように。で、最後に長編みを1目、鎖編みを3目。ここが引き抜きですね。で、最後に、最初のところに通して引き抜きます。で、またこちら側に引き抜いて糸を切ります。で、残った糸の始末ですけれども、ここの部分ですね。ここに結構糸が渡ってますので、ここを針でくぐらせて引き抜きます。で、これぐらいの長さがあれば、糸が抜ける心配がありません。少ない時にはビーズ針で処理します。これが色糸の場合ですね。お花が全部編み上がったところで、先ほどの続きです。これでお花を固定していきます。
鎖編みを4つ、花びらを揃えて、ここですね、ここと、ビーズのところを一緒に引き抜きます。また鎖編みを4目、お花はなしで、最後のお花ですね、このように鎖編みが緩んでしまうときちんと止まりませんので、気をつけて同じ大きさに編みます。お花ですね、花びらの長々編みの真ん中を通してで、ビーズを通して引き抜き編みです。あとは同じように鎖編み4目、ビーズで引き抜き、でこれを最後までいきますね。こういう感じですね。で、ここにはまとまった糸がかかったところがないので、少し余分に糸をつけてカットします。では最後に糸の始末をします。ビーズ針を開いて糸を通します。まずこの浮いた部分を押さえなくてはいけません。ここですね。これはもう1本で大丈夫ですから、くぐらせます。これが最初の、玉についてた方の糸ですね。これも後でくぐりますけれども、一目ずつ進んでいきます。で、細いコードなので、このままカットしてしまうと、少しずつ糸が動いて緩んでしまうので、ここの部分に、だいたい5回ぐらいすくったんですけれども、ここの部分にボンドをつけて固定しておきます。あともう一つの方法としては、ちょっと面倒なんですけれども、この玉の部分まで来て、この玉の中を通して糸を切れば、これは糊はいらないと思います。こちらも同じように一目ずつすくって、どこか安定したところ、このぐらいの分ではダメなんですね。この花びらの後ろのようにたくさん糸が渡っているところでしたら、緩んできた時に糸が出てしまうっていう心配がないんですけれども、こういう鎖編みとかそういう部分だと、どうしても後で糸の端が出てしまいます。だからまとまったところまで運ぶか、ボンドでつけるかですね。で、なんとなくお花が丸まってると思うんですけれども、これは、タオルを置いて裏返して、こうですね。で、この上から一個一個ちゃんと押してからですね、この上からスチームアイロンを軽く当てると安定します。こちらも一応スチームがかかっています。今回もこちらの本を参考にしています。こちらですね。これだと、裏側が見えている状態で編んでます。ご覧のようにこちらは表を見せてます。少し違いますけれども、同じように出来上がります。
いろいろ楽しんでみてください。